はい、どうも。今回ですね、美容2の、チームレスマッチ、やっていきたいと思います。まあ、若干途中参加ですけど、やっていきたいと思います。まあ、今回使っていく武器は SMR。単発の銃ですね。まあ、個人的にはね、ファルの方が好きなんですけれども、ファルのね、レベルがですね、1レベルからなので、ああ、ちょっとラグいな。まあ、いつものように回線は弱いので、まあ、打ち負けるということで。まあ、ファルね、ファルの方が僕好きなんですけど、ごめんなさい。まあ、ファルナ好きなんですけど、レベルがね、武器レベルが上がってないんで、ちょっとこれで我慢しようかなと。一応この単発なんでね。でもね、ファルと違ってね、リズムよく連射しないと、弾詰まりが起こって、結構使いにくいので、まあ、注意したいと思います。顔出さんかな。敵が、よいしょ、敵だった。わあ、怖い怖い。ナイスです。ありがとうございます。感謝感謝。まあ、こういうのがチームデスマッチですよ。無理無理無理。ネタか？まあいいですけど、僕はちゃんとやりますよ。そんな手抜いてね、やられるんだったらちゃんとやりますよ。どこだ？とりあえずコンカッション投げて。なし。なるほどね。まんまとやられました。まあ、味方さん強いっすね。行くべきだけど、うまいな。ピャーピャー言う割にはうまいな。まあ、普段使ってない武器をね、使ってこうなりますよ。ハルが使いたい。うまいな。クロスボウ集団じゃないか。まあ、パーティーでやってるのかな。ごめん。今日は自分で食らうっていう。ストレート長いとか見られてたら終わりだからね。あんまり意味がなかった。コリスリス。あれ？変わったか？まいな。ちょっと待って、うまいな。素直に感心する。え、うまいんだけど、普通に。まあ、逆に俺が当たりすぎてんのかな。あ、ごめん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 。ちょっともうちょっとさっさと遊ぶべきだった。
ごめん。買った買った。縛ってんのか。うまいな。こんなにクロスボウやられたの初めてだわ。というわけで、ちょっとクロスボウ手段ちょっと手こずりましたが、まあね、味方さんも強かったんで勝つことができました。というわけで14キル9です2アシストという結果です。いや、うまかった本当に。絶対縛ってるな。まあ、というわけで今回使ってきたカスタムはこちら。SMR、クイックドローファストマグ、カインストック、フラジャーキタゴネス、デクスタイティ、C4 コンカッションでやってまいりました。まあ、基本ね、パーク構成とリーサルとタクティカルはまあ基本変えないですね。まあ、大体固定なんで、武器もアタッチメントもほとんど固定ですね。レベルが高かったら。まあ、本当はね、これ使いたいんですけども、まだね、レベルまた1に戻して何も出てないので、まあ、ちょっとね、せめてクイックドロー、ファストマグついたら、そのファルの動画も上げようかなと思ってます。使ってる動画を。まあ、なんで、ちょっとここまではレベル上げるってから、上がったら、ちょっと動画載せようかなと考えております。ではね、今回の方も動画ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。